ましょう。続いて踊っていただくのは百花無双の皆さんです。中部圏と関東圏の社会人と大学生を中心に構成されたチームです。今年の作品テーマは西原。平安初期の歌詞をもとにした作品を日本の伝統美である鳴子踊りと扇子踊りで表情豊かに表現します。それでは披露していただきましょう。百花無双の皆さんです。どうぞ。よさこいソーランドをご開催誠におめでとうございます。百花無双と申します。名古屋関東よりメンバーが集結し、ここで演舞させていただきます。精一杯演舞させていただきます。どうぞよろしくお願いします。それでは参ります。百花無双。
なんか嘘でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。白花無双の皆さんでした。